のの攻撃にもひるるまないべで平野仕様の真骨頂が光る数十年前、まだ黎明期のジャニーズエンタテインメントでは、数多くのアイドルが誕生し、その中で特に印象的な存在となったのが、滝沢秀明率いるスマップでした。しかし、時は経ち、ジャニーズエンタテインメントも新たなショーを迎えようとしています。その一行くを担っているのが、若手実力派トリオ、ナンバー、アイです。 ナンバー、愛を知らない人も、これから応援しようと考えている人もいることでしょう。では、なぜナンバー、愛はこれほどまでに注目を集め、ファンを魅了しているのでしょうかもちろん、その一因はメンバーそれぞれの個性や実力にあります。特に、礼儀正しく、仲間を大切にする紫輝くんは、お母さんを助けるために小さい頃から仕事の自覚を持っていたとされ、 これが彼の芸能活動における姿勢に影響を与えていることが伺えます。しかし、彼らが所属する戸部、滝沢オフィスオブブリリアントエンターテインメントというエージェント会社もまた大きな役割を果たしています。戸部はまだ始まったばかりの会社でありながら、タレントたちが選び抜かれたプロフェッショナルたちと共に新しいエンタメの道を切り開こうとしています。戸部の設立者である滝沢秀明氏、通称タッキーは、 ジャニーズエンタテインメント出身の大スターであり、自身の経験をもとにトベをスタートさせました。彼はナンバー、愛のメンバーたちをしっかりサポートし、彼らの夢を共有しています。ここで一つの疑問が浮かび上がります。トベという新しいエージェント会社になぜこれほどまでに期待が寄せられているのでしょうかそれは、トベが持つ明確なビジョンとタレントたちがそのビジョンに共感していることに起因しています。トベのビジョンは、 新しいエンタメで日本から海外へというものです。これは日本のエンターテインメントが新しい領域に挑戦し、国際的な舞台に飛び出すという大きな目標を掲げています。そして、ナンバー、愛のメンバーたちはこれに共感し、自らの才能を世界に発信していくことを決意しています。しかし、アーティストの道は必ずしも平坦ではありません。様々な困難や試練が待ち受けています。 ここで一つの興味深い点が浮かび上がります。なぜ彼らはジャニーズエンターテインメントを離れ、飛べに参加するという大きな決断を下ろしたのでしょうか実際、紫輝くんは滝沢社長に救ってもらった経緯があり、タッキーとの信頼関係が彼の決断に影響を与えたことは確かです。また、飛べのメンバーたちは、自らの夢や目標に向かって挑戦し、それを共有できる仲間がそこにいると感じたことも、 彼らがトベを選んだ理由の一つです。一方で、アンチと呼ばれる規範的な声もあるようです。トベの成功が妬ましいと感じる人たちが、様々な噂や非難を浴びせているとのことです。しかし、ファンたちは冷静に、そして強くこれに立ち向かっています。これは一つの新しい挑戦であり、同時に新しいチャプターでもあります。トベはこれからも成長し、進化していくでしょう。紫輝くんやナンバー。 愛のメンバーたちは、自らの夢を追い求め、困難に打ち勝ちながら、トべという新たなステージで活躍していくことでしょう。最後に、これからも彼らの輝かしい未来に期待し、応援し続けていきましょう。新しいエンタメの機種として、彼らがどんな冒険に挑戦していくのか、楽しみでなりませんね。どんな未知の舞台でも、ナンバー、愛のメンバーたちはきっと輝きを放っていくことでしょう。